まず初めてですね、我が板越し激水道学校あやめですね、からですね、小泉の企画でございます、あやめの花束をここで贈呈させていただきたいと思います、よろしくお願いします、ありがとうございます、それではこちらご覧いただいてよろしいでしょうか。あ、まずツーショットで結構です。ありがとうございます、皆さんよろしいですか、ね、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございます、それでは着席の方をお願いします。はい、皆さん、ご着席願います、本日、司会進行を務めます板越役所市長公室の花田と申します。よろしくお願いします。本日はお忙しいお時間の中ですね、ご対応を賜りまして誠にありがとうございます。第72回を迎えました水郷板子あやめ祭りの PR をさせていただきたく、茨城県板子市から参りました。まずはじめに茨城県伊丹子市長の原博光よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変お忙しい、お忙しい中ですね、お時間を割いていただきましてありがとうございます。第72回になります水郷伊丹子あやめ祭り大会の PR にですね、娘を連れて、PR にさせていただきました。今花は見頃でございますので、ぜひとも総理にですね、この花を見て、少し休んでいただいて、気持ちを整理していただく、そういう花でございますので、花言葉がですね、それは希望とか、それから良い頼りという花言葉でございます。サミットも大成功いたしまして、そしてですね、日本から世界に向けてこの平和というものを発信していただいているということで大変お疲れだと思います。このあやめを見て本当にお疲れを取っていただきたいと思います。はい、続きまして、茨城県、地元茨城理政室でございます、ぬかが福祉堂先生からご挨拶の方よろしくお願いします。どうも、デビュー、お疲れ様でございます。今日はですね、よりすぐりのあやめですね、清楚なあやめと一緒にですね、参りましたのでですね、激務を増しておられる疲れをね、ぜひ癒してもらいたい、そして国民の皆さん方にね、しっかりと先ほど言いましたように希望と夢を与えるような組織を、ね、展開していただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日は茨城県議会議員の松原千春様にもご投稿いただいております。ありがとうございます。続きまして、水郷板子あやめ娘3名によります第72回水郷板子あやめ祭り大会の PR をさせていただきたいと存じます。それではあやめ娘の皆さん、よろしくお願いします。今年で72回を迎えます。水郷板子あやめ祭りは6月19日から開催されており、来月の18日日曜日まで開催されます。会場となる水郷板子あやめ園では約500種100万株の色とりどりのあやめが見頃を迎えております。花村菊江さんの板子花嫁さんという歌でおなじみの土井美船は水郷板子伝統の弓火を再現したものです。日本全国からご応募いただいた本当の花嫁さんが大勢の方々の祝福に包まれた土井の船に乗って花村さんのもとへと嫁いでいきます。白袋姿の花嫁さんは息を飲んでしまうほどの美しさです。
館中には毎日ライトアップが行われ、土曜日の夜には海の読売船が行われます。ライトアップされた幻想的な中で広川また違ったという日をお楽しみいただけます。園内では私たち総勢7名のあやめ娘がお客様をおもてなしいたします。その他にも、のこぎ船での遊覧などを中心に、水郷情緒に満ち溢れた潮来市ならではの催し物を多数ご用意しております。岸田首相、お忙しいとは存じ上げますが、ぜひ水郷潮来あやめにお越しくださいませ。水郷情緒溢れた園内で潮来のあやめをご覧いただけましたら、きっと心身ともに癒されると思います。私たちも明るく元気にご案内いたします。岸田首相のお越しを心よりお待ちしております。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、あやめ娘花輪美穂よりあやめ傘を贈呈したいと思います。はい、それでは、はい、こちらを移動していただいて、はい、はい、それとですね、合わせまして、はい、こちらの方も、はい、これで取ってください。かさにつきましては、農作業には欠かせない必需品でありました。悪事災難を避けて、常に身を守る傘として、水郷地方では大切にされてきた傘でもございます。また、花嫁が突入されるですね、花嫁の頭へこの傘をかぶせて、祭壇を祭壇受けをしたというものでもございます。今現在シルバー人材センターの方々が一つ一つ丁寧に手作りで制作をしているものでございます。岸田総理、事務所だとに飾っていただければ幸いに存じます。はい、ありがとうございました。はい、すみません、それでは中央少しのお時間だけご注目いただいてよろしいですか。はい、はい、では皆様もお願いいたします。あ、総理傘かぶっていただくはい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。それでは、座った中で、はい、それではですね、ここで岸田総理にですね、はい、お言葉をお伝えいただければと思います。はい、はい、皆さんも今日はお忙しい中、お越しいただきまして本当ありがとうございます。去年に引き続いてだと記憶しております。徳川先生にもご同席いただいて本当ありがとうございます。まずもってこのあやめ、本当にこうやって見ていますと色鮮やかですけど、やっぱり涼しさ、すがすがしさ、こんなものを感じる、やっぱりこの季節にふさわしい、花なんだなと改めて、感心して見ておりました。素晴らしいあやめをお届けいただきまして本当にありがとうございました。そしてあれ確か去年お越しいただいた時に、さっきも話が出てきた嫁入り船、去年3年ぶりになんか再開するという話を去年聞かせていただいて、3年ぶりなんで、そして大変なこの盛り上がりが期待できる、そういった話を聞かせていただいたのを記憶していますが、今年はそれに続いてまた世代にあやめ祭り行われると思いますが、去年以上に盛り上がりますことを心からお祈り申し上げます。
先ほど、500万株ね、それだけ、先この咲いて、大きく皆さんに楽しんでいただく、まあ、そういった話ですので、やっぱり地域の皆さんが大いに盛り上がって、そして大勢の人たちが伊丹に集まって、そしてみんなの元気につながりますと心から、お祈りを申し上げます。改めて今日お越しいただきましたこと感謝申し上げますし、皆さんそれぞれのご発展をお祈り申し上げます。どうもありがとうございました。